おつみんたんありがとうございます。ありがとう。あれ待って待ってね、できてなかった。え、長すぎる。トーク会待って、やっちゃった。よし、できた。ありがとうございました。ありがとう。こんばんは、こんばんは。おつみたん、つみたん、今スカイエキスポ会、あ、本当にありがとうございました。つみたん、つみたん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。見倒しありがとうございます。おつみたん、おつみたん、久しぶりに日本見た、見るラキラカして本当にありがとう。おつみたん、次は、あ、そうだよね、当たってきたよね、当たったって。初見さん、ね、初見じゃないけどありがとうございます。明日のイベント、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おつみたん、おつみたん、さっきまでジムで、本当にお疲れ様です。お疲れ、ハートのギフトありがとうございます。とみーたん、今日はありがとう、ありがとうございました。ありがとうね。おはみーたん、おはみーたん、おつみーたん、ちょうど今みーたんへのサンプレに入れるメッセージ、本当に嬉しい、ありがとうございます。ありがとうね、ギフトありがとうございます。おつみーたん、今日はね、今日暑いぐらいでした。ハートのギフトありがとうございます。初めての握手会行けてよかった、名前呼ばれてたのは感動。そう、ありがとうございました。めっちゃ嬉しかったよ。ありがとうね、ありがとう。またまたね、楽しみにしてます。トーク、トーク握手会お疲れ様、お疲れ様、ありがとうございます。ありがとう。うん、ハートのギフトもありがとうございます。たくさんありがとう。皆さん今日はまだいるのかな。こんばんは、こんばんは、みーたん、ありがとうございます。楽しみにしてるね、ありがとう。おはみーたん、おはみーたん、たくさんキラキラがすごい、ありがとうございます。3月も半分ね、終わったね、早い、本当に早いです、早すぎる。今日も可愛いな、ありがとう、ありがとう。すごいリボン、今日のあのリボンがすごい可愛い。ちょうど1ヶ月後が誕生日、今日って3月16日、あ、私の誕生日は4月15日なんですよ。だからうん、4月15日ですので、1ヶ月後がうん、1ヶ月1日前が誕生日です。今日は暖かくてお出かけ日和です。ありがとうございました、ありがとう。暖かかったですね今日は。握手会どうでしたか。最初緊張したんですけど、どんどんね、緊張しなくなくなったの、ん、緊張し、緊張日本語が、緊張がほぐれたので楽しかったです。握手会終わってからすぐに東北に向かってます。こちらの、え、そうですよね、コースできてたもんね。気をつけてくださいね、初めてなのに。じゃないよ、あ、本当に本当ですか。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。かわいい、すごいリボンが取れるんですよ、さっきから遊びた、遊びた、ありがとうございます。たくさんありがとう。こんばんは、こんばんは、ありがとうね。こんばんは、こんばんは。みーたんが16歳になっても好きなままだったらどうして、いいんですよ、全然それでいいんですよ。
いいんだよ。遠くから緊張したけど楽しく、今楽しかったです、ありがとうございます、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとうございました今日、ありがとう。リボンがつぼがママがあそこにいて睨んできました、さっきすごい髪の毛ボサボサめっちゃ首振ってて受けるライブ会場、本当にね、いたね、確かに確かに。リボンがまたなんか取れ気味。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。おつみたん、エブリンとかのデニム上下面白いですね、上着。これはナイスクラップっていう服で、みんなナイスクラップ好きなんですよ、だからナイスクラップで買いました。こんばんは、こんばんは、つぼってます、つぼってます、つぼってますよ。ドラホー、ドラホー、今日買ったね、今日買ったらしいですね、ドラホー、ドラホーだよ。野球見に行きたいんですよね、本当に。こんばんは、こんばんは。ユアニャンのギャルはいつから？ユアニャンね、あの最初ねギャルっぽいかなとかも思ったんだけどね、あちょっと話し方あげるじゃないか。だけどね、サツキチたちが、サツキチとみやびちゃんがユアニャンギャルって言ったら、ユアちゃんギャルじゃないよって言うんですけど、確かにね最初はねギャルかなとかも思ったんですけど、ギャルじゃないんですよ結構可愛いよ、すごい可愛かった。今日チャイナドレス見ましたか？ユアニャンのめっちゃ可愛かったよね。毎度こんばん、毎度こんばんみーたん、こんばんみーたん、ありがとうございます。こんばんみーたんっていうのがね言いにくいんですよこんばんみーたん、かわいい、ありがとう、イエーイ。ケータリングって、あれ、あったあった、あの今日はグラタン食べたんですよ、シーフードグラタン食べて美味しかったです。あの一緒にココハちゃんと食べたんですけど、ココハちゃんはすき焼き食べてて美味しそうでした。でもみゆはあのグラタンを食べたんですよね、美味しかった、めちゃ美味しかった。明日もあるといいです。みや、遠く会場、あ本当に帰ってるんですか？何時間、みゆが終わってから結構いた。おはみーたん、おはみーたん、こんばんは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 すごいリボンが取れる。みゆちゃんこんばんは、こんばんは。みーたんのチャイナドレスは何年後か、何年後かなチャイナドレスね、みんな着てほしいって言いますよねこんばんは、こんばんは。握手会楽しかったよ、ありがとうございます、ありがとうね、嬉しい。服めっちゃ可愛い、あ本当に嬉しい、ありがとう、イエイ。こっちは綺麗にねできてんだけど、こっちがすごい。今日花ちゃんに何回も結んでもらったの、取れちゃって。顔、おすみーたん、おすみーたん、こんばんは、こんばんは。結んでほしいなおつみーたん、おつみーたん、星のギフトありがとうございます。ポニーテールも可愛かった、本当にですか？あの2部はねポニーテールをしたんですよ、1部は編み込みをして2部はポニーテールにして、それで明日はねなんか違う髪型をしようかなって考えているのでね、楽しみにしててください。リボン一人ではそう結べないんですよ、これ難しくてね。花なん、そう花なんにね結んでもらったの今日、たくさん、もう4個ぐらい。ん、星のギフトたくさんありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、こんばんはです、こんばんは。今度の幕張の件撮ってみました、よろしく。おー嬉しい、ありがとう、楽しみにしてます、ありがとうね。こんばんは、明日も楽しみや、楽しみだね、楽しみ。やったー、みゆちゃんリボンだらけだ、そう今日めっちゃリボンだらけなんですよ、かわいい。
こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。メンバーの前でミーター甘えてないの？甘えてないと思うけど、うん多分甘えてないと思いますよ。はい、ハートのギフトありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、今日は緊張しましたか？今日は緊張はしまし、最初はしたんですけど、どんどんめっちゃ楽しくなりました。なので緊張がどんどんほぐれてったので、最初だけ緊張しましたね。明日よろしくです、よろしくお願いします。楽しみにしてますね。ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、ハートのギフトありがとうございます。みゆちゃんには頼りになるお姉さんがたくさん、そうたくさんいるんですよ。なのでね、たくさんいますなのでたくさんハートのギフトたくさんありがとうございます。今日はどんな話したの？今日はあ、制服の目公演の感想をすごい言ってくださって、皆さんがそのお話をしたり、ドラゴンズのお話もしたり、ソフトボールのお話もして、すごい楽しかったです。ありがとうございました。ハナンとかココハン、ココハンとココハンか、ココハンとか年長組に、そう一緒に食べました。とあとこれも結んでもらった。おつみーたん、おつみーたん、イベントは楽しんだもん勝ち、そう楽しんだもん勝ち、ありがとうございました。今日なんかお母さんが来るおもろい。こんばんは、こんばんは。ワイはじゃんけん大会の、そうじゃんけん大会の話もしましたよ。したね。星のギフトありがとうございます。はじめまして、はじめまして。おいつもモバメのありがとうございます。今日はドラゴンズに負けた、あそっか阪神ファンさん。あはみーたん、はみーたん、みゆちゃんドラゴンズ、ドラゴンズユニみたい、そう来たいなと思ってて、そう来たいですね。うん来たい。お母さんおもろいの、おもろいですね。結構面白いです。面白い。陽気なママさんね、陽気なママですね。何の話しようか、何の話しますか。たくさんたくさん話しましょう。楽しみにしてますね。12期の11人18人、あそうなの。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。おつみーた、おつみーた、みーたママが変顔をしてくるって話を聞いた。そうそう、今は面白くないですね。こんばんは、こんばんは。モバメの編集がそう届いてるのかも聞いたね。届いてます、ありがとうね。おつみーた、おつみーた。おつみーた、おつみーた、ありがとうございます。あとミユの生誕の生誕 T シャツを着てくれてる方がいて、めっちゃ嬉しくて、やったーって感じ。やばいですね。つぼみーたん、激かわ、ありがとうございます。ありがとう、最高の笑顔やな、ありがとうございます。爆笑みーたん、かわいい。やばいですね、おもろい。さや姉さんとさらちゃんとココハンの配信、あそうなんですか、見たことないの、見たことないのか。おつみーたん、おつみーたん、ママと仲いいね。仲いいですね、多分。怒られる時もよくあるんですけど。みゆきちこんばんは、テンション高い、そうテンション高い。こんばんは。つぼって配信、そうやばかった今。どうした、え、なんか急にみゆの部屋に今ママがいて、そしたら妹がみゆの部屋にママがいることをしてて、ママって廊下から来て入ってきたんですよ今。びっくりしすぎて。こんばんは、こんばんは、つぼみーたん、そうつぼみーたん、びっくりした。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。
他社の見たのごま。まあまあもうあっち行きました、妹に呼ばれてあっち行きました。こんばんは、こんばんは。前の知り合いみゆちゃんの生誕 T シャツ着てたよね。あ、本当に届いてない、着てた。デニムジャケットかわいい、ありがとうございます。これね、あの今日着たんですよ。ありがとうございます。メッセージ書き終えた、早いけど明日サンプル、おー嬉しい、ありがとうね、ありがとうございます、楽しみにしてます、ありがとう。妹にみーたんなんて呼ばれてる、最近ね、あのみゆって呼ばれてんですよ。前までみーたんって呼ばれ、あ、みーたんじゃない間違えた、最近みーたんって言いすぎてみーたんじゃない、あのみーみって、みーみって呼ばれてたんですよ。なのに最近みゆって呼ばれてんですよね。愉快な松川家、愉快、愉快かな、松川家はにぎやかですかね、にぎやか、うん、なのかな。まだ買い物中、買い物中なんですか。とトレーディングカード10枚中、本当にありがとう、嬉しい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。あのね、本当にあの話変わっちゃうんですけど、今みゆのスマホカバーを変えて、昨日変えてね、あの花ちゃんと前プリクラ撮ったんですけど、それとかさつきちとこっちゃんと撮ったプリクラをね挟んでるんですよ。でめっちゃ可愛いの後ろが。ハートのギフトありがとうございます。ミーミって可愛いニック、そう、なんか小さい頃にミーミって呼ばれて、そっか、ミーミって呼んで、なんか呼びにくくて呼んでたら、そこからずっとミーミみたいな、代わりに私がミーミってありがとうございます。妹にミー呼び、羨ましいな。そう、ミーって呼ばれるんですよ最近、本当に生意気でね。初コベストーク会、握手会、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様。妹 JC、そう、JC1 ですよ。1、中1。お姉ちゃんじゃなくて名前で呼ぶの。そう、名前で呼ばれるんですよ、最近。明日は朝に行く。ありがとう、待ってます。ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、おはみーたん、おはみーたん、たくさんおはみーたん、あ、今日たくさんおつみーたん言ってもらえてすごいね。みんな配信見てくれてて嬉しいなって思った。たくさんおつみーたんって言われた、ありがとうございます。痛い、肩が。おつみーみ、おつみーみ、ありがとう。今日トレカ、みーみーのノーマルもレアも、レアも弾けた、ありがとうございます、ありがとう。ファニーはみーたんに言ってく、え、でもいろんな呼び方をしてくださってる方がいて、あ、でもみーたんって呼んでくださってる方もいるし、みーちゃんって呼んでるかさくださってる方もいるし、みゆちゃんって呼んでくださってる方もいるし、みゆきちって呼んでくださってる方もいて、でも嬉しいです、なんでも。僕に
ここで掴んだんだ願い事に恋はない、自分のためじゃ迷うだけ、世界中誰かのためなれたら一つになれる、微笑みは愛の夜明けだ。音符のゲストたくさんありがとうございます。ギフトもたくさん、音符、音符たくさんありがとう。やった、パチパチたくさんありがとうございます。ギフトたくさんありがとう、パチパチありがとうございます、ありがとうございます、パチパチありがとう、ありがとうございます。高音出ますね、なんか変な感じな声になっちゃったけど、ありがとうございます。今日もいいね、好き、ありがとうございます、ありがとう。フライングカーが多層フライングしちゃった、ありがとうございます。今日は柏木由紀さんの、本当に本当ですか、柏木由紀さんの。相変わらず歌うまい、癒し効果、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい。みーたん上手、ありがとう、ありがとう。愛してやぶるを1番だけなんですけど歌います。ちょっと1番だけなんですけど、ちょっとすいません、音程ちゃんと本当に外れるかもしれないんですけど、すいませんが歌います、1番だけ。愛してる、ハンドル握るおサングラスがこっちを向いて冷やかす、見つめ合う二人がキスをしようとしてふと周りに気づく、まさかみんな大注目、叫べ I love you、1番だけなんですけど、すいませんね、本当にすいませんでした。なんかちゃんと歌えるかなって思う曲がたくさんあって、じゃあ最後ニューエイジャー歌います。
拍手たくさんありがとうございます。ありがとう。風に揺れながら色づく並木道、少しだけ肌寒くて頃から過ぎてく季節は何の後悔もなく、カレンダーの次のページ無駄だろうか、愛しいこの時も永遠じゃないって気づいてはいたけど、認めるのが怖かったよ、ずっと一緒にいたい、このままじゃいられないんだ、青春は生き物なんだ、やりたいこともっともっとやらなきゃ、この先はまさらなんだ、なんだってできるってことさ、春夏秋冬新しい花が咲く New Age。 日の当たるこのベンジ、二人座ったまま、いつまでも話し込んで帰るタイミング失ったよ、真上に星空やっと気づいた頃、お互いの夢と未来打ち明けられたね、若さの使い道無駄にしたくなくて、石橋を叩くようにその一歩目踏み出すのを僕は迷い続けた、これからは生まれ変わろう、人生はやり直せるんだ、何回でもトライトライしてみよう、生きるとは試行錯誤だ、間違えたっていいじゃないか、そういつでも生まれ変われる自分 New Age じゃ。やりたいこともっともっとやらなきゃ、この先はまさらなんだ、なんだってできるってことさ、春夏秋冬の新しい花が咲く New Age じゃ。ありがとう。パチパチたくさんありがとうございます。ミータミータありがとう。ありがとうね。パチパチたくさんありがとうございます。本当に。パチパチ、わーい、上手、ありがとうございます。ありがとう。ミータへのオンゲソング、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。うん、ありがとうございます。なんかミユね、本当は制服の目公演、制服の目公演じゃないわ。制服の目公演の歌を歌いたいんですけど、カラオケにピノキオくんしか入ってなくて、うんっていう話でね。可愛いお顔に見とれてました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。見た見た、ありがとう。今日はとっかありがとうございました。明日もありがとう。嬉しい、ありがとうね。ありがとう。花なんとのツーショットが可愛いな、ありがとうございます。アンコールアンコール歌いたいんですけど、え、制服のめ公演の歌を歌いたいのね、実はね。ミーターに似合いそうなんです、ありがとうございます。嬉しい。ココミンギャルなの、ココミンギャル、ギャルなのかな、え、でもギャル、ギャル、え、ギャルなのかな、ココミン、え、どうなんだろう。でも最初ギャルかなとかも思ったけど、みんなね、あんまりギャルじゃないんだよ、あんまりというか
うん、え、どうなんだろう、わかんないけど可愛い。帰り道にみゆちゃんの歌声を聞くので、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。みーたんの歌声で制服の目ぜひとも聞きたかったな、ありがとうございます、嬉しい。え、なんかあのね、今日話を聞、話じゃない、今日話したんですけど、あの花なんと、あの絶対にカラオケ配信もあのしたいねって、絶対にしようって話してて、話したいんですよ、話したいんですよね、話したいんじゃない、歌いたいんですよね。なので皆さん配信、あのちゃんとそれをやるときは言うので、前もってね来てくださると嬉しい。ギャルは言わないのかな、言わにゃん、ね、ギャルって最初は思ったんだけど、そんなにギャルじゃなくてみたいな感じで、うん、ギャルかな。ミユキチと握手会で話すことをメールで返信していい、いいよいいよ、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、いいですよ。ミータンビームもね、ミータンビームありがとうございます。ココミンと同級生コンビ、可愛すぎ、ありがとう、嬉しい。そう、ココミンとね、唯一ね同い年なんですよ、ココミンと12期で。オーディション配信はギャルミンだった、あ、本当に、ココミン、ココミンギャルミンだった、ギャルミンだった。愛おしい、ありがとうございます。鼻であれば鼻で、あ、それか、声を語るし、になれなくてね、見たい見たい、え、そう、見てほしいんですね。カラオケボックスは制服の目ある、そう、たくさんあるんですよ。あの前ね、花なんとねカラオケ行ったんですよ。その時に会って、みゆもあの、あのこのカラオケに、ショールームのカラオケに入ってないカラオケを普通にカラオケで歌ったら、制服の向こうにあるの歌があるので、花なんといいねってなって、昨日サータンがカラオケルーム、あ、やってたよね、やってたよね、サータンね。その配信は見逃せない、そう、見てほしい、ちゃんとね言うのでね。みんな中身はいい子で清掃、そうそうそう、みんなね中身はいい子で清掃だから。カラオケボックス配信期待して、そう、期待しててくださいね、ありがとう、みーたんいい子、ありがとうございます。みゆちゃんも JK になってやる、みーたんに、え、なるかな、イエイってならないかも、楽しみ、カラオケ楽しみにしててくださいね。こんばんは、あつみーたん、あつみーたん、ありがとう。今日は絵を描きます、壇上描きますね、ちょっと待ってね、え、なんかさ、こっちに描こうかな、おすみーたん、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、たくさんありがとう。事前に許可より、あ、待ってね、みゆちゃんお久しぶりですって言ってくれたのが感動だって、ありがとうございます、嬉しい、お久しぶり、そう、言ったね、言った言った、ありがとうございます、嬉しい。事前に許可いるみたいだから、はなちゃんに聞いてやって、あ、そうだよね、言ってたね、はなちゃんがね前教えてくれてね、なのでちゃんとお話聞いてから、あのね配信やりますね、カラオケは終了、あのなんだっけ、今から壇上の絵描きます、明日の握手、おー、楽しみにしてます、ありがとうね、ありがとう。では総評機能使ってあれにしますね、何の髪型しようかな、明日何の髪型をしようかな、ね、何の髪型がいいと思いますか、丸一を投げたくなる、確かにみんなね投げてくれる、とりあえずボール投げ、そう、みんな投げてくれる、ちょっと待ってね、何の髪型をしようかまだ迷っててね、13位の方です、ありがとうございます、ありがとう。何の髪型がいいかな、でもね1個花ちゃんと一緒にさするって約束はしてるやつがあるんですよ、ツインテール、ツインテール、ツインテールいいですね。会えないけどツインテール、会えないけどツインテール、あれ、いつ会いに来れますか、会いに来れ、
ギリギリ落ちた、ありがとう。で、ありがとうございます。1にしてくれたの。配信ありがとう、ありがとう。どうしようね。はい、12位の方ありがとうございます。ありがとう。え、ポニーテール、どうしようね。私は日曜日の幕張、オッケーありがとうございます。嬉しい、ありがとうね。楽しみにしてます。11位の方ですね。次はお団子でまとめる髪とか。あ、もう全部なんかいいけどさ、可愛いけどさ、難しそうあ、でもポニーテールとかはいける。あ、ツインテールとかはいけるけど。はい、11位の方です。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。見通し、ありがとうございます。10位の方ですね。お疲れ様です、お疲れ様です。いてててて、こんばんは、こんばんは。今までの握手会、握手参加した中で一番枚数取ったのが今回のみゆき。えー、本当に嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。嬉しいね、本当にありがとう、ありがとう。しまった、もう終わるとこか。あのね、今絵描いてるのよね。紙うねりに巻く感じはそれもありだけどね、どうしましょうね。え、あのね、今日ね、いつだっけ、あのさくらさんを見たんですよ。みゆ、あのさくらさん、おしゃべりはできなかったんですけど、さくらさんのことを見てめっちゃ可愛くて、本当に今日さくらさんいつも可愛いんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くてね、もうね、やばかった。お先に失礼します、また明日です。ありがとうございます。ありがとうね、また明日、ありがとう。はい、10位の方です。ありがとうございます。ありがとう。次9位の方、さくらさんポニーテールしてた。そう、ポニーテールしててめっちゃ可愛くて、あのね、あの可愛いですねって言いたかったんですけど言えなくて、めっちゃ可愛かった本当に。桜の花なら見た、本当に桜の花咲いてますよね、もう結構。待ってね。はい、9位の方です。ありがとうございます。ありがとう。みゆちゃんも可愛い、ありがとう、ありがとうございます。さくらさん、指新鮮さくらさんって呼んでいますよ私。さくらさん、さっきさくらさんトークの連歌、あ、本当に見てたの、めっちゃ可愛かった。勇気を持ったです。そう、いいね、言いたかったですね。今日のみーたんも可愛さ満開でした。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。そういう時は言いに行かない、そうですよね、そういう時はね、言いに行かないと。ドスミューボンジュール、ドスミューボンジュール、ドスコイボンジュールじゃなくてドスミューボンジュールになってる。明日会ったら今日の分まで、え、本当に伝えてほしい顔明日会ったら、あ、そういうこと、お伝えしてあげよう。そうだね、お伝えだから、すごい昨日可愛かったしってお話ししたいです本当に。今日本当にね、言えばよかったんですけどね。8位の方です。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。次何位の方、あ、ごめん、みゆちゃんから伝えてあげようってこと、そう間違えちゃった。あの、明日会ったらちょっと頑張って言います。なんかめっちゃ緊張しちゃうかもしれない、変な聞き方した。いい、全然いいです、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。はい、7位の方です。ありがとうございます。ありがとう。え、うまいね、うまいですか。
あの配信を始めてから上手くなったんですよ。6位の方ですね。次はこうやってね、壇上を書いてたらどん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 上手くなってね。6位の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ギリギリ上がりました。ありがとうございます。本当にお疲れ、お疲れ様。ユニット共通してる中でさっくんも絶対そう、あのいつもねユニット前の時にあの写真よく撮らせてもらって喋るんですけど、めっちゃそこが嬉しくて本当に可愛いなって思って、いつも嬉しいですね。わい、書いてくれてありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。おつみたん、おつみたん。次5位の方、うんと、こんばんは、こんばんは。はい、5位の方ありがとうございます。ありがとう。次4位の方ですね。もう3月19日楽しみですね。なんかたくさん今日3月19日行くよとか言ってくださった方がいっぱいいて、めちゃめちゃ嬉しくて、もうすぐ赤ピンク水色見つけます。目がかゆい。4位の方です。ありがとうございます。ありがとう。次は3位の方、あのツニーテール、ツニーテールだっけ、ツインテール、あツインテールか、ツインテールね、似合うかな本当に。何にしよう、とじっくり悩みます。行くよね、来てくれるよね。ありがとうございます。はい、3位の方ありがとうございます。ありがとう。次は2位の方ですね。ツニーテールね、間違えた、ツインテールだよね、間違えちゃった。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。はい、2位の方ありがとうございます。ありがとう。次1位の方ですね。ありがとうさん、ありがとう。けど一番好き、あ本当にポニテ、ポニテ好きなの。今日ポニテしたんですよ。みもポニテール好きなんですね。見通し、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。はい、1位の方です。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ終わろうかな。ありがとう、カラオケ配信そう楽しみにしててください。近々ねやれたらやりたいんですよね。では皆さん、今日も、あ今日のまず特典、特典会じゃない、まずトーク会と握手会、本当にありがとうございました。すごい緊張したんですけど、たくさんの方がお話ししに来てくれて本当に嬉しかったです。とあと配信も見てくださって本当にありがとうございました。すごいコメントも歌も、歌のコメントもすごい嬉しかったです。では皆さん、明日も待ってます。ありがとうございました。バイバーイ。